はい、私です。今回は、秋田県仙北市の、角の立て、旧角の立て町の方をドライブした時の、動画になります。でこの動画は2022年の、3月20日の、13時14時ぐらいの、動画だったかと思います。で以前ですね、あの国道105号線沿いの方から角の立て駅の方にこう回った動画を、去年アップロードしたかと思うんですけど、今回は、国道46号線の方から、こう341号線で、こう降りてきてですね、ここを左折するとそのまま341号線、続くそうなんですけども、今回はこの、警察署のところからまっすぐ行ってですね、で、まあ、そのまま、角の立て駅方面の方にこう回っていった、動画、になります。でこの日はですね、まあ最終的にこの後、田沢湖町の方 あの旧田沢湖町の方 あの千貫峠の方に、行っていろいろおでんとかを、食べに行ったんですけど、この角の立て、の方にもこう立ち寄ってですね、ここでは、まあ、いろんなあの、なんていうんですか、プリンとか、まあ、それこそバター餅とか、はい、いろんなそういうのをこう、食べて、まあそうですね、食べ歩きっていうんですかね、あの武家屋敷の方をちょっとそう、なんていうんですか、プリンとか、プリンというかあれですね、あのアイス的なやつを、食べて、そうですね、歩いたり、しておりました。でこう見えて私もう完全にアラフォーなんですけども、それこそクレープとかアイスとかプリンとかこう目がないわけで、でまあいろいろなんだかんだダイエットはしてるんですけども、まあ、食べるときは食べるというような、そんな感じで、この日もいろいろと食べてしまいました。ほんともう、なかなか、はい、だから、うん、完全に体を絞ることができないんでしょうね。まあ今後、まあそれでも、筋トレをやってるんで、まあ今後もう少し、そうですね、まあ夏までには、はい、もう本当それこそ、魅惑のボディを手に入れるために、頑張っていきたいなと、思っております。はい、ということでですね、角戸立町の方に、来るとき、こっち側からあんまり、来たことはないんですけども、あのうちの職場にちょうどその角戸立、出身の、方がおりまして、でその方の、実家が、まあ、この辺近辺にあるんだっていうことでですね、今から2年、まあ、結構前にですね、その職場の同僚と田沢湖の方に、なんていうんですか、泊まりで、あのカヌーとかカヤックとかやりに行ったことがあったんですけど、まあ、その帰りに、この辺をちょっと回ってですね、なんか武家屋敷って、武家屋敷のこの通りって、いわゆる駅から、見て、いわゆる北側の方、のイメージだったんですけども、こちら側にもですねあるっていうことをその時ちょっと教えていただいて、でそれから去年ですか、こっち方面もですね、散歩というか、まあいろいろ散策してみて、でなかなかこちらも、すごい綺麗だなと思ったのを、今でも覚えております。というか写真もガンガン確かあの時撮ったような気がしますね。でまあこのそれこそ角の立て駅とか、あとなんていうんですかね、やっぱあの景観の、あの条例的なのがあるのか、まあいろんなそのコンビニとかもそのなんか京都みたいな感じなんでしょうかね、あの色の具合、あのコンビニの看板の色合いとか、おそらくなんか統一されているんだろうなと、思うんですけども、まあそういう、統一感、その武家屋敷通りのこうなんていうんですかね、イメージに、景観に合ったような、そんな、こう景色、あそうですね、あと警察、あの交番もですか、まあその辺をこう見てるとですね、やっぱりなんか不思議な感じがして、こう秋田県内でも、特に、なんていうんですかね、不思議な、なんていうんですかね、まあ昔の文化、昔のこうなんていうんですかね、やっぱりあのうちの地元とかには、ないような、感じがしてですね、すごい、不思議な、感じがあります。まあそういうのもあって、まあ前回も思ってたんですけど、まあそれこそあの流行り病さえなければ、まあそれこそ本当にあの
いつでも泊まりたいんですけど、なんで旅館の方に、泊まるとか、やりたくてですね。で去年の、12月ぐらいですか、ちょっと一瞬、収まった時期にその相棒とその角館、の、周辺にですねあるその旅館をちょっと調べてて、でそこをちょっと取って、行こうかっていう話をしていたんですけども、その取ろうとした矢先またなんていうんですかね、まあいろいろと、また1月とかになってしまって、でまあ気づけばこんな感じで結局この冬もどこかにこう、大々的に泊まりに行くとか遊びに行くということもなく、終わってしまったんですけど、いやもう本当になんかあれですね、ここ1年このここ2年ですか、もう本当になんかすんごい歯がゆい感が、あります。はい、なのでまあそれこそもう本当にこれが終わったらなんていうんですか、リベンジ消費っていうわけでもないんですけど、まあ本当今まで行けなかった分、本当にいろんなところに、もう行ってやろうと、今思っているところです。はい、でまあ、今後まあどうなるのか分かんないんですけど、まあ、まあまたいろいろと、開けた時にはですね、また GoTo なんとかとか、まあ、そういうのが復活して、まあ、行きやすい、まあ、旅行とかしやすいみたいな日が、まあ、またいつか、まあ、来てくれると、思うので、まあ、次回は、まあ、そのまあなんていうんですかね、まあ、その状態が許せば、もうガンガン使っていろんなところに、行ってみたいなと、思っております。はい、ということでですね、もう角館駅を何気にもうこう後にしてですね、でまあこの以前、まあ、去年の夏秋ぐらいに、あ、まあ、秋までは行ってない頃ですか、まあ、夏ぐらいに、来た時とはこの左手、ちらっとこの雪が、残る感じが、見えるかと思うんですけど、まあ若干前回来た時とはもう、若干冬の景観の残る、この感じをですね、まあ、今回、まあ、YouTube 上に、残しておいて、まあ、また、来年こそはちょっと完全な冬の状態で、こちら、角館駅周辺、まあ、武家屋敷とか、また来てみたいなと、思っております。であとそうですね、まあ、もう少ししたら、それこそ桜の、シーズンもあるかと思うんで、まあもう少しというかもう来月の今頃ですか、が、秋田県内は、桜の見頃的な、時期かと思うんで、まあ、その頃に、また、こちら角館町とか、そうですね、去年行けなかったところに今年は、行ってみたいなと思います。はい、まあ、そんな感じです。ということでですね、まあ、ここからいわゆる、私の思うその、まあ、武家屋敷通りの本体みたいに、なるんじゃないかなと思うんですけども、毎回この角館町に来るとですね、この右手のこのプリン亭っていうところのなぜかプリンが、私大好物でですね、まあ大概ここに来た時はプリンとか、買って、食べたりするし、あとそうですね、お土産的な感じで、結構大量に購入して、買って帰っておりますね。でお土産と見せかけてほぼ自分で食べるみたいなのを、やったりするんですけども、まあそうですね、まあそんな感じで今回も、いろいろと買い物をさせていただいております。はい、ということでですね、まあ今、そうですね、まあこうやって来ると、このなんていうんですか、本来この本来というかもう1ヶ月ぐらい前は、この木々の、上にですね雪が、乗っかってて、でまあもう少しこうもう少しというかもう全く違う冬の景色が見られたんじゃないかなと思います。はい、まあそれがもう先ほども言いましたがちょっと若干心残りなので、来年こそは必ず冬に、なんか今年の冬はちょっと雪多すぎてあんまり冬に県南の方まであんまり足を伸ばせなかったっていうのがあるので、そうですね、もう来年はもう少し雪が少なくてですね、まあこちら側にも来やすい、そんな日々が続いていてくれたらなと、思ったり、しております。はい、そんな感じです。ということで、先ほど言ったそのプリッテの方でですね、こんな感じの、
アイス、うん、なんていうんですか、プリン、これちょっと商品名忘れましたけど、これをちょっと相棒にねだって、これ食べ、あの買って、食べながら歩いたり、しました。はい、これ食べてるの、これま全然あの女子高生とかじゃなくて本当にあのアラフォーのおっさんなんで、はい、まあちょっと別にないって感じなんですけど、とりあえずこれがなかなか、美味しかったので、これもちょっと、動画に残しておきたいなと思います。はい、また角の立てに行ったら、これとか、あと、まあ、別のとこで売ってるなんかバター餅とか、買って食べたいなと思っております。はい、ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。